正規分布を使用して疑似乱数を作る方法を説明します。指定したルールで疑似乱数を出力できるようになります。モデリングタブを開きます。コンポーネント。新規を選択し、コンポーネントを作成します。ジオメトリー。フィーチャー。ブロックを選択し、ブロックを作成します。 動作設定、ビヘイビア、その他、Python スクリプトを作成します。Python スクリプトダイアログが開くため、デフォルトで記述されているソースコードを一行目以外削除します。c o イコ g e t c o m p o n e n t と記述し、 解存スクリプトを設定しているコンポーネントを取得します。prop="comp.getProperty" と記述し、コンポーネント内に指定したプロパティが存在するか確認します。testUnderline Distribution というプロパティ名を探します。if not prop prop=" コンプドットクリエイトプロパティと記述し、プロパティが存在しない場合、プロパティを作成します。分布タイプのプロパティを作成するので、vc_ ディストリビューションと記述します。プロパティの名前は、テストディストリビューションとします。prop. ドットディストリビューションイコールと記述し 分布の計算に使用する式を定義します。正規分布は、統計学における確率の考え方の一種です。本動画では説明しません。ノーマルと記述し、分布の種類を正規分布とします。ノーマルは、ダブルコーテーションで囲みます。一番目の引数は、平均値を指定します。平均値を10.0とします。 2番目の引数は標準偏差を指定します。標準偏差を2.0とします。標準偏差とは乱数の値のばらつきです。平均値10.0、標準偏差2.0の正規分布の値を5回確認します。for, i, in, range, 5と記述し、変数の i を5回ループします。プリント prop.value と記述し、正規分布の数値を表示します。コンパイルボタンをクリックします。コンポーネントグラフウィンドウのプロパティの表示がオンになっていることを確認します。プロパティを展開すると、テストアンダーラインディストリビューションが追加されていることがわかります。テストアンダーラインディストリビューションには、 正規分布の値が表示されています。出力ウィンドウを確認すると、正規分布の値が5回表示されていることがわかります。分布のプロパティの数値を5回チェックし、表示しているため、毎回異なる値を表示します。再度、正規分布の値を表示します。Python スクリプトのウィンドウで、プリントとダッシュを記述し、5回、値を表示させた後、 区切り線が入るようにします。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウを確認すると、区切り線と異なる値が5回表示されていることがわかります。シミュレーションを実行し、出力ウィンドウに値を表示します。Python スクリプトのウィンドウで Define Online ンンと記述し、シミュレーション開始時に、 オンラン内のソースコードがトリガーされるよう定義します。プリント以下を選択し、タブキーを押し、オンラン内にソースコードを移動します。コンパイルボタンをクリックします。シミュレーションを実行し、リセットします。正規分布の値が5回表示されます。再度、シミュレーションを実行し、リセットします。 前回と同じ値が表示されていることがわかります。シミュレーション実行時に正規分布の値を表示すると、シード値が定義されるため、値は変化しません。シード値とは、値を取得する際に、最初に設定される値です。シード値が定義されると、最初に設定された値を同様に表示することができます。3D ワールドのレイアウトには、 64個のストリームを含むレイアウト項目があります。レイアウト項目は寸法や注釈などコンポーネント以外のオブジェクトの見た目に関する項目のことです。ストリームとは先頭から順番に処理する連続したデータのことを言います。各ストリームはそれぞれ独自のシード値を持つことができます。つまり、ストリームごとに異なる値を生成することができます。 p r o p ンダムストリームイコールと記述し、各ストリーム固有の数値を参照します。0から63までのインデックスを使用して、ストリームを参照することができます。今回は10を使用し、コンパイルボタンをクリックします。シミュレーションを実行し、リセットします。再度実行し、リセットします。 出力ウィンドウを確認すると同じ値が繰り返し表示されていることがわかります。レイアウト内の64個のストリームはデフォルトでは同じシード値を持っているため、シミュレーションを実行すると同じ値が表示されます。64個のストリームが同じシード値を持っていることを確認します。アップ、イコール、 ゲットアプリケーションと記述し、アプリケーション情報を取得します。s t r e a m a p p f i n d ドレイアウトアイテムと記述し、アプリケーション内のレイアウト項目を探します。レイアウト項目名はランダムシーズとします。ランダムシーズ項目のプロパティを確認します。for, t, in, streams.properties Print, p.name, p.value と記述し、プロパティ名と値を表示します。出力ウィンドウの表示エリアを右クリックし、クリアを選択し、表示履歴を削除します。コンパイルボタンをクリックします。 出力ウィンドウにランダムシードとシード値が表示されます。ランダムシード0はシード値が1であり、ランダムシード63まで同じシード値であることがわかります。異なる値を取得したい場合は、シード値を変更する必要があります。14streams.properties 以下の2行をコメントアウトし、コードを無効化します。コメントアウトするには、 アポストロフィーをコメントアウトしたいソースコードの最初と最後に3つずつ付けます。ランダムシードは10を使用しているため、streams.randamseed10 と記述し、ランダムシード10のシード値を変更します。シード値は400にします。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウの表示履歴を削除します。 シミュレーションを実行し、リセットします。再度実行し、リセットします。出力ウィンドウを確認すると、先ほどとは異なる値が繰り返し表示されていることがわかります。シード値を変更すると、異なる値のセットが取得できます。このように、疑似乱数を使用する場合、値を制御することができます。仮に、 レイアウトを変更し、他社と共有した場合でも、共有先でシミュレーションを実行し、同じ値を得ることができます。プロップドットランダムストリームをコメントアウトし、異なる方法でランダムシードの番号を指定します。一行ずつコメントアウトする場合は、ハッシュタグを使用します。プロップドットディストリビューションのノーマルの最初の引数に、 50と記述し、ランダムシードを50に指定します。コンパイルボタンをクリックします。シミュレーションを実行し、リセットします。再度実行し、リセットします。出力ウィンドウを確認すると、先ほどとは異なる値が繰り返し表示されていることがわかります。ランダムシードを10から50に変更したため、 異なる値のセットが取得できますレイアウト外のストリームを指定します。レイアウト内のストリームは0から63の64個使用できるため、ノーマルに63より大きい70を指定し、レイアウト外のストリームにします。コンパイルボタンをクリックします。シミュレーションを実行し、リセットします。 再度実行し、リセットします。出力ウィンドウを確認すると、異なる値が繰り返し表示されていることがわかります。同じ数値のセットを取得したい場合は、64個のストリームを使用し、必要なシード値を指定します。今回使用した Python API は、ヘルプから確認することができます。ヘルプタブを開きます。 Python API をクリックするとヘルプダイアログが表示されます。目次。ジャパニーズ。VC コンポーネントを開きます。メソッドをクリックすると Create Property があります。Create Property はプロパティを作成します。Get Property はプロパティを取得します。 VC プロパティをクリックするとディストリビューションがあります。正規分布の他に対数正規分布、一様分布などを定義できます。ランダムストリームは分布関数で64個の異なる値のセットを生成することができます。分布の関数内でストリーム番号を使用することもできます。VC アプリケーションを開きます。 レイアウトアイテムズはすべてのレイアウト項目を取得できます。メソッドをクリックするとレイアウト項目にファインドレイアウトアイテムがあります。ファインドレイアウトアイテムは指定したレイアウト項目を取得できます。正規分布を使用して疑事乱数を作る方法の説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。